次のステージ、大書庫、出口が複数あり、ただあれですね、宝物はなさそう。一度さ、あー、あなたはいましたね。これはスタンでいいでしょう。さっき倒しましたもんね、この人ね。オッケー。空中強いから楽勝でした。一度先にね、雑魚として出てきた後でってことね。そんな、まあ、そういうパターン前もあったか。なんだろう、本。戦争から43日後、実験は順調に進んでいる。娘は我が力よりも大きな可能性を示しているが使わせはしない。これあれだ、ロジアとお父さんだ。名前なんだっけ、ジーロック。ジーロックがお父さん、多分おそらくラスボス。ロジアが娘だね。自分以上になりそうだったけど使わせはしない。じゃあラスボスロジアかもね。最初にエメラルドの小瓶をその子供に使うよう指示した。うん、娘の力を抑えなければならない。我が調合物が完璧に働くだろう。抑えるための薬がエメラルドの小瓶ってことですかね。あの不快なクリモゾンの力、あの女が、おそらくフリンのお母さんかな、だからソレル、あの女がこの土地中に残した汚れを破壊するためにはさらにやるべきことがある。戦争から172日後、間もなく洗脳を始める。娘の力は休眠させ抑えられている。もう片方、子供、これもしかして兄弟、ロジアと僕って兄弟。待った待った、どういう関係性なんだろう。考えすぎ。ロジアにもう一人兄弟がいたってだけの話かな。僕とは関係なくて、本当は僕とロジアが兄弟で、本当のお父さんどっちなんだろう。ジーロックなのか、アリスターなのか、ソレル、名前出てきちゃった。死してなお、あの女はこう通して我を蝕む、我は止まらぬ。やっぱそうじゃない、ソレルの娘と息子が僕たちってこと。ロサンティカの障壁が刻一刻と弱まっているのを感じる。衝撃の事実、ここに来て。違うのかな、ソレルは2人の子供、別のお父さんかな。僕のお父さんは何、アリスターで、ロジアのお父さんはジーロックみたいな。いやー、ちょっとわからん。でも実験のために連れ去られただけかもしれないもんね、ロジア。あの恐ろしき赤き女、我らが世界と平行に存在する新しき世界を見つけおった。今のところのやつは小さな門を作ったのみだが、忌まわしき発見だ。その世界は無駄なもの、脆弱な生き物で溢れている。当然ソレルは哀れみ交流したがっている。なんと無意味だ。じゃあソレルはもともとこっちの世界の人だったんだ。じゃあ僕のお父さんってもしかしてジーロック。そういうこと。アリスターは新たな発見とともに、あの女は我が元へ4度やってきたが、その度に追い返した。オレンジ色の太陽にはただただ吐き気がする。これあれかな、重要な情報ですかね。なんかラスボスの弱点はオレンジ色の太陽だ、炎が弱点だみたいな。数ヶ月の間、あの女は何度も世界を聞きしている。気づかれていないと思っておるが、我は至る所に目を持っている。あの女の発見も、哀れな人間どもと交流していることも知っている。我は認める。止めるために行動を起こさねば。で、僕今すごい想像しちゃったんだけど、ソレルは本当はラスボスのジーロックのお嫁さんなんだけど、世界を行き来する中でアリスターと不倫してるみたいな想像しちゃったけど、違うよね。違うよね。ジーロックとソレルは何も関係ないのかな。ジーロックはただの研究者でみたいな。うわ、ちょっと待って、ちゃんと読み直した方がいいかもしれないけど、不倫説あるかな。嘘でしょ。そんな、かわいい子がいる。うさぎちゃん、メアリーは、私は探し物の途中だ、消えろ、本を読め、そこに手がかりがある。ソレルと哀れな ロサンティカの者どもに宣戦布告した。奴らを滅ぼすための準備を始める。この地は完全に我が支配下にある。ソレルがいない今、何者も邪魔はできぬ。我がスカージの力はすでに我が望む通りにこの世界を変異させている。一部の民が反乱を始めた。青きダイヤモンドの希少、ちょ、わかんないね、印的なものを身につけた者たちだ。奴らは3つの源からロサンティカへ逃げる計画だと悪趣味な。これあれか、メモ取った方がいいやつだ。ちょっと待って、
わかったわかった。さっきが、4度来たオレンジの太陽だったよね。3つの青きダイヤモンド。まもなくロサンティカをこの手に落としてやろう。好きなだけ逃げるがいい。その世界は我がものとなる。その地を落とす計画はすでに始まっている。亡命者にはさらに厳しい拷問を与えよう。奴らが戦争を生き延びたらの話だが楽しみだ。それが今ってことなんでしょうか。え、敵の亡霊もいるし、この子の名前なんだっけ。え、バックスくんか。うわ、フロンプ、どうやってここへ。僕はビージーに言われて。うんうん、ズズ、なんでだっけ。ビージーはあの紅茶作る人だっけね。確か本を欲しがって、うん、そうだ、ビージーは本を欲しがってた。この辺にある古い本のどれかを持って帰ろう。ここまで来れるってことは、あなたも崖ジャンプできるってことだね。いいものを見つけたら、ずず教えるね。また会えて嬉しいよ。フローフ。うん、名前を間違えすぎですね。戦争はほろ苦い結果となった。ソレルとその夫が、ああ、よかったよかったよかった。不倫じゃなかったね。ソレルとその夫が自らを犠牲にし、我をここへ追放した。だが、これは素晴らしい勝利だ。奴らは無価値な子供2人に未来を託したが、やっぱ2人だね。その片割れを捕らえた。ソレル、貴様の努力は無駄だった。やっぱ兄弟、妹かお姉ちゃんかなんだ。この辺りに未だあの女の存在を感じる。だが何もできまい。あの子供は我が子として育て上げ、駒として使ってやろう。ロサンティカには我が侵入を阻む障壁がある。しかし決して見せよう。通り抜ける道を見つけてやる。この紫の月が昇って2日、我は完全な力を取り戻した。まだやるべきことはある。我が物としてやる。ということでメモりましょう。これ全部見ていかないとまずいですね。あー、なるほど。あ、そっか、エメラルドの薬なんだっけ。そんな重要な情報だと思わなかった最初。うん、エメラルドの小瓶1って意味でいいのかな。うん、最初に、あ、そっか、最初にって書いてあるわ。なるほどね、オッケーオッケーオッケー。でもこんなんさ、あれじゃん、パスワードでロックのかかっているパソコンのディスプレイに付箋でパスワード書いてあるみたいな感じじゃん。大丈夫なのこのお茶目さんなのかな、実は G ロックさん。いきますか。最初はエメラルドの小瓶、次に紫の月、これですね、3つが、青きダイヤモンド、そして4度のオレンジの太陽。オッケー、レッツゴー。まあミスパターンも見たかったかな。あ、スカージ。うわ、こんなところでスカージ。シーダーストーン攻撃行きましょうか。うん、どんな場所だっけ。あー、久しぶりのオノくんだ。さっきのやっぱりオノ魔人、何、オノ死神とはまた別の人かなこれね。あー、ここ違うじゃん。うわー、ちょっと待って、武器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 、またお武器壊して。もうどんどん行こう、どんどん行こう、どんどん行こう。まあ、敵引き連れてってもいいでしょう。どんどん行きましょう、どんどん行こう。行け行け行け、進め進めば進めば勝ちだから、進めば勝ちだから。うー、どんどん行け、どんどん行け。もう斧いらないかな、斧解除してもいいかな。HP がやばいね。HP 一発回復しといて。よし、OK。あ、斧も解除して良さそうだな。ふぅ。あ。よし、いいね。避けれるときは避けていきましょう。あ、危ない。クリムゾンゲージも一応もらっといて。どんどん行きましょうか。結局、ゴリ押し。あったー。いいよ、どんどん行け、どんどん行け。よーし、この鍵がいるよね多分ね。全然マップ把握してなかったけど、よかった結果的に。うん、ちゃんと様子見ていこう。 OK、 よし、いいよ。あー、まただ、まただじゃん。ふぅ、オッケー、進もう。一応斧の方がいいかな。オッケー、あいつも鍵持ってるね。とりあえず武器を爪にしといて。あー、魔法を一応これに電気にしときましょう。
オッケー。そうだ、魔法くんかこの子は。いいよいいよ、いいね。今ちょうど空中技が出たね。暴発ですけど暴発ですけど空中技が出ていい感じでフィニッシュができました。かっこよかったな。また一応斧に、ま、戻しとこうか、念のためにね。こっちから行った方がいいかな。うん、オッケー。うん、進んでいいでしょ。下クラブクリムソンゲージだけだろ。来たー。え、ちょ、なんで斧も一緒に落ちてきたごめんね、僕が落ちたばかりに。オッケー。ちょっとなんか今のとこゆっくりにしか進めないからさ、オノ君もさ、わざとゆっくり進んでくれてたように。ちょっと押してこないでよ、押してこないで、押してこないで。ふう、進んだほうがいい、進んだほうがいい。危ない危ない。いくら命があっても足りない。回復しよう。回復。ああ、ちょっと待って。オッケー、これ欲しいの、これが欲しいだけなの。オッケー。ああ、結局ダメージ食らってたら意味ない。お、危ない、壁ジャンプできてよかった。オッケー、ちょっとずつ進もう。ふう、一応もらっといて。一応欲しい、一応欲しいね、一応欲しい。ふう、まだ続け、結構長いね。あ、終わった。あま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 あね、いいんです、クリアできれば。じゃあ一旦サンクティカ行こうか、せっかくですし。とトパーズのダガー、武器として使えば粉々になるだろうが素晴らしい作りをしている。パンにバターを広げるのに使うととてもおしゃれでおすすめ。なるほどね、武器にはしない方がいいよと。もう残り少ないよ、あと2つか。これでスキルも学んじゃいましょう。前回ちょっとね取れなくて心残りだった、これ武器ダメージプラス 15%、 まあ絶対これ強いから取っときましょう。あれかな、いやでも僕の力量だったら多分これ取ってもいい勝負ぐらいだと思うんで、いいでしょう、取っといても。ついでにこれも取っておきます。空中追撃取っときましょう。コンボこれでしやすくなるといいね。まああんまり狙ってコンボできた試しが僕ないですけど。ああ、いい、強いね。今のことだね、空中追撃。それでは今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。次回モノリスの陥没と読めばいいんでしょうかね、ここから始めようと思います。次回に続きます。